始まるよ。どうもみなさん、こんにちは。タレバ工場のアンドゥです。今回も面白そうなゲームを見つけたので遊んでいきたいと思います。それがこちら、社長採用不採用というゲームですね。これは自分が社長となって面接に来た人を、まあ、採用にするか不採用にするかという単純なゲームでございます。それでは早速遊んでいきましょう。 OL 募集だって。なるほどね。お、妊娠中ですが仕事したいです。そりゃもちろん妊娠してようがね、うちの会社は育休制度が豊富なので、ぜひともうちで働いてください。私でよければいくらでもあなたを雇ってみせますよ。え、生まれるタイミングの悪い赤ちゃん。そんな瞬間的に生まれることはある。お、反対来ました。不採用のその後貧乏なままでごめん。え、待って、え、これどっちもバッドエンドなことあるの？そんな悲しいことある。来ました、秘書募集だって。なるほどね。ん、引退したので秘書さんになりたいです。だって、なんかすごいセクシーな女の人来たんだけど。あ、元グラドルが秘書、いいんじゃない。むしろね、このやっぱ社長の立場として癒しっていうのは非常に大切だと思うんで採用します。人は見かけによらない、実はバリバリの働ける女の人って可能性もあるもんね。採用のその後、社長今夜はどうしますか？やべえ、何かサイン書かれそうになってる。まずい、このままだと。これじゃあ反対は不採用にしたらどうなるの？こういう道しかないの。闇落ちしてしまった。お、美容師募集だって。いじめられてきましたが自分を変えたいです。なるほどね。確かに、でも見て、辛い過去だけども採用側に寄ってるもんね。つまりもう採用させるしかないってことですよね。あなたは採用、自分の道は自分で切り開く、私があなたにチャンスをあげますよと。あらイメチェン大成功しすぎてない？でこれ逆言ったらどうなる？不採用のその後、私の居場所はないんだ、最後の勇気。いやでもよかった、今回は採用してあげて。彼女はね、新しい自分を見つけたから非常に素晴らしいこと。運転手募集だって。あ、なるほどね。今トラックの運転手とか人が足りないってよく言いますもんね。人と会話することが苦手なので応募しました。いやっていうか、こんなシンプルな理由でいいの？なんか面接行くときってもっとなんかしっかりとさ、志望動機書かない？なんか喋るのが苦手なんでって言ったって、他にも喋らなくていい仕事ありますよねって言われたらどうすんの？まあそんな度胸が私は大好きなんですけどね。へへへ、イケメン。誘拐犯になっちゃったんだけど。お、逆は？転生したらまたかよ。またリストカットしようとしてるんだけど、ほんとやめてほしい。飼育員募集だって。は？海の生き物は得意です、採用お願いします。待って、人魚来たんだけど。え？人魚姫採用とか俺人生でしたことないっていうか、採用すら人生でしたことないけど、ちょっと気になるな。人魚再生じゃねえや、採用したらもうそれだけでお客倍増でしょ。もうガッポガッポよ。どう？採用のその後、かわいそう、 TT 海に帰って。あ、 TT じゃねえか、涙ってことか。魚即死。トイレで逃がすなよ。あ、人間社会は厳しい。あ、人魚姫すぎるこいつマジで。何なんだよ。お、また OL 募集だ、戻ってきたね。人の心は手に取るように分かりますわ。いりません、そんなうさんくさい人は。さすがに会社の命運が怖いです。逆恨みされてる。これじゃあ逆も見てみるか。採用のその後、今月の献金が足りないわ。そっか、人の心が手に取るように分かるから、人を操るのも思いのままってこと。やべえ、みんな心理学学び始めた方がいいかも。稼げるよきっと。皆さん、今回の動画はいかがだったでしょうか？この動画が面白いと思ってくれた方はチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。また概要欄の方に Twitter と TikTok のリンクの方も貼っていますので、そちらの方をチェックしてフォローしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。